武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それではですね、東京外国語大学の勉強について話していきたいと思います。こちらですが、まあ名前の通りですね、外国語について勉強できる大学であるんですが、その外国語の種類が非常に多い、大学ですね。で、入試の難易度もやはりその言語によって大きく、差が出てましてですね、まあ人気が高い英語やドイツ語、フランス語などはやはりその他の、言語と比べると、高めに、点数が、出ています。で、大体センター試験が450点で、2次400点で、まあ、総合850点、なんですが、そのうちセンターがですね、平均点高い、ところだと大体、まあ、450点中の400点ぐらいを、目標、つまり8割後半取りに行かなきゃいけないので、まあどこの言語でもって感じであれば300点後半を、取っていればという形で、まあ、大体370点から80点ぐらい、が目標になっていく、まあ、大体要は8割台が、ラインになってくるという形ですね。で、ただここはですね、センター科目が、他の国立と比べて若干少ない、形式で受けられますので、まあ、その分科目集中して対策して高得点狙いに行くような、形となっています。で、2次で使う科目は英語と、社会、まあ、日本史と世界史の、どちらかですね、を使う形となりますが、配点から考えてもですね、英語の、配点が非常に高いので、英語に非常に比重がかかる、入試形式となっています。これはセンターでも2次でも、英語の配点が非常に高いという形になっています。で、2次の難易度もですね、やはり英語が非常に高くてですね、で、その高いっていうのが、難しい長文が出るとかっていうよりは、まあ、リスニングとか英作文和訳あたりが、要は国立でよく出てくる形式が、まあ全部ちゃんと、かなり、使いこなせないとできないような、形式になっているという形ですね。なので、まあ、英語の、対策、が最優先となりますが、まあ、それプラス、まあ、センターや、まあ、二次でやる社会のところですね、いかに完成度上げていくか、どういう勉強していくかということを、話していきたいと思います。ではですね、英語、日本史、世界史の勉強、それぞれ話していきたいと思いますので、自分が興味ある教科を選択してください。